ピンのワームの刺し方、こちらを紹介します。ジグヘッドの方は持ちやすいように持ってもらって大丈夫です。まあ、こうやってつまむように持っていただいてもいいですし、挟むように持っていただいても大丈夫です。ワームのね、このセンター、ここですね、針先を刺すセンター、ここに刺します。マスクプスッと、ね、この状態ですね。でね、ピピンの場合見てるの分かると思います。こう一直線になってる方、それとちょっと膨らんでる方、このね膨らんでる方が下側、お腹側になります。で、針先をね抜く時のポイント、ここのラインアイ丸できてますね、この位置、ここに針先を抜く目印となります。なのでこう場所をねもちろん覚えておいていただいても大丈夫です。それか分からない場合はね、ちょっとこうやって軽く持っていただいて、大体どれぐらいかなっていうね目安、それを見つけるようにしましょう。で、針先を抜く位置が分かったら、今度はまっすぐ刺す、まっすぐ刺す、刺して抜く、ね、ボディのセンターですね。で、横から見てもまっすぐになってます。これで完成です。ピピンのワームアクション、ね、おすすめのロッドワーク、こちら紹介します。まずはただ巻きアクション、これでも十分釣れます、ね、ゆっくりのただ巻き、ロッドは固定して、ちょっとねまっすぐすぎちゃうと当たり分かりにくいので、ちょっとだけ立てる、ここを9時としましょう。9時だったら10時ぐらいまでロッドを立ててただ巻き、それだけでいいです。今度はただ巻きにシェイキングを入れていくような感じ、ロッドの角度は10時、それからシェイクしていく、でゆっくりゆっくり巻く、このね巻くスピード1回転で 2,3 秒かけるような感じ、1、2、3、これぐらい、それをねイメージして巻いてもらうといいです。リアクションを狙うようなダートアクション、これはもう一般的なアジングのアクションと同じですね。まあ9時から10時の間をこうもぞ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 と跳ねさせて、でピタッと止めて、そこから9時まで竿を倒してからゆっくりと10時まで10時11時と上げていくような感じ、シェイク、誘い、ストップ、追わせる、これが一般的なピピンのアクションとなります。